皆さんこんにちは。東京都千代田区から参りました花水木と申します。本日は平安時代の女流歌人泉式部の悲しくも情熱的な恋物語を精一杯演じさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。時は千年前、京の都の春の隣、愛しき人に恋焦がれ、儚き定めに背で濡らす、麗しき歌姫の物語。あなたを忌みしえの舞台へ誘い、美しくも悲しき恋路が今始まる。泉式部が見た月、今ひとたびの。人にはさやかに明日は